はいどうも、プレスの T です。最近ですね、公募が近いっていう話もあって、それに向けて願書書かなきゃいけないっていう人が結構相談に来るんですけど、皆さんどんな感じですかね。願書書くのうまいこと言ってますか。まあ、普通の、まあ、一般入試ってやつですよね。あれは本当にただただ自分の生年月日だとかいろいろそういう個人情報を書いたやつを送るだけでいいので非常に楽なんですけど、公募の場合はですね、ちょっと面倒くさくて志願理由書なるものを書かなきゃいけないっていうところがあるんですよね。で、まあ、ある意味推薦なんだから当たり前でしょって話なんですけど、これがね結構書けない人って多いんですよ。まあ、前の動画でも説明したんですけど、ある意味滑り止めにするっていう風に考えてる人も公募だったらいると思うんですけど、そうなった場合に、まあ、別に自分がね本気で行きたい大学ではないわけだから、なかなかねその理由を書くっていうのが難しいっていう人いるわけなんですけど、これ書かないとどうにもならないわけですよ。ってことで今日はそれをどうやって書いたらいいかっていう話をしていこうと思います。で、まあそのね、そんな難しく考える必要性は全くないんですね。だってなんであなたはうちの大学に来るんですかって聞かれてるんだから、こういう理由ですって答えればいいだけでしょ。で、何がややこしいかっていうと、さっき言ったように第一志望じゃなかったりするからなんですね。で、まあ、そうなった時にいろいろとね学校の情報とかをこう調べて、あ、こんな取り組みをしてるんか、じゃあそれを書こうっていう人いるんですけど、まあね、もちろんリサーチは大事なんですけど、それってほぼ意味ないですよ。だってさ、大学は自分のそのやってるサービスの方なんで、それは知ってるじゃないですか。だからなんかこういうコースがあってだから行くんですみたいなことを言っても、まあそれはもうまあだからっていう話になるんですよね。もちろんそのことは書きゃいいんですよ。書きゃいいんですけど、順番っていうのがありますよっていう話なんですよ。でね、まあその理由をどうのこうのっていう話なんですけど、まあ、まず一番最初にやってほしいのはとりあえず書きましょうって話です。どんだけクソみたいな志願理由書でもいいんで、とりあえず書いてください。で、それがあればこちらももっとこうしたらいいとかっていうアドバイスができるので、まずはそこからですよ。本当に適当でいいっすよ。それどうせ出さないんで確実に訂正入れるんでね。で、じゃあまあどんな感じで書いていったらいいですかっていうところが一番知りたいところだと思うんですけど、まずね、とりあえずストーリー何か作りましょう。何でもいいんですけど、まあ一番やりやすいのは自分の経験とかを書くことですね。で、まああまり嘘をねでっち上げるのは良くないとは思うんですけど、何かしらやっぱ理由ってあるじゃないですか。まあその看護系に行きたいんだったら、なんか小さい頃に病院にいた時にこう優しくしてもらったとかさ、まあそんなんでもいいし、小さい頃から、まあ、僕の場合とかだとね、まあその小さい頃に家を建てて、でそれの経験っていうのがあって、まあ、建築を結局目指したわけですけど、まあそういったことがあるわけですよね。その辺のところをベースにして書けばいいと思いますよ。で、それで考えていた時にまずぶち当たるのが、それって本当にうちじゃないとできないのっていう問題ですね。要はいろんな大学あるわけで、その志望している大学じゃないといけない理由っていうのがないと、志願理由書としては非常に弱いんですよ。いや、だってそれだったら別にうちじゃなくても他の大学でもいいよねっていう話になるじゃないですか。じゃあその一番の理由ってなんだろうっていうふうなところで、先ほどリサーチしたような話が出てくるわけですね。で、 100% 本当のことを書こうと思ってもそれは無理ですよ。だってさ、そもそも行ったこともないわけでしょ。その大学に通ったわけでもないのに、わからないじゃないですか、実際何やってるかなんてね。なので自分はこう思っています。で、このことをやるためにあなたの学校のそのこういう風な研究がすごく役に立つんだと、だからこういう研究したいんだっていう風なことを言えばいいんですよ。で、そこって完璧すぎる必要性って別に全然なくて、ちゃんと理屈が通ってるよっていう風になってればそれで十分です。あんなね、そう難しいんですよね、あの辺のところで。逆にまあ完璧すぎてもそれはそれでまた気持ち悪いみたいな話があって、まあ、大学側もある程度はそれは掴んでるとは思うんですけど、あれね、やりすぎると先生が書いた文章になっちゃうでしょ。で、これってまあ、僕としてはあんまり面白くないし、やめた方がいいなと思っていて、若干の拙さは全然あってもいいと思います。理論的に少し破綻しててもね。
それよりももっと熱意が伝わる方がいいので、少々ご利用しでもいいから、へりくつでもいいから、こういう理由で気学を受験したいんだというふうなことを書けばいいと思いますよ。それってね、なんだかんだで、まあ、読んでる側にも伝わると思いますし、極端な話言うと、まあ、それだけでも決まるわけじゃないんでね、もちろんテストとかちゃんとあるんで、それでも決まるので、あんまり深く考えすぎないことですね。で、あのね、書くにあたってちょっと注意点というかポイントがあるんですけど、まあさすがにいきなり聖書で書こうっていう暴挙に出る人はいないとは思うんですけど、とりあえずはまずは一回下書きですよね。で、下書きでとりあえず、まあ、手書きで書いてみりゃいいんですけど、で、その手書きで書いたやつをできるだけパソコン、キーボード入力した方がいいですよ。いちいちね、書いてあるやつを直すのってめっちゃめんどくさいんですよ。で、まあ、僕らは僕らでめんどくさいでしょ。それいちいちこう朱入れをしてさとかっていうのもそうだし、あなたじゃあ何回書き直すんですかって言った時に、一発で書き直せりゃいいですけど、そんなんじゃあまあ無理な場合って多いんですよ。最初上がってくる草案というか、まず試しに書いてごらんって先ほど言いましたけど、それってすごくひどい場合が多いのでね。もちろんいいんですよ、全然ひどくていいんです。めちゃくちゃな志願理由書でいいんですけど、それをまあ何回も何回も書き直していくっていうのを考えた時に、やっぱりね、データで書いてた方が書き直しがしやすいんでね。で、最初一回手書きでやった方がいいよって言ったのは、全体の分量みたいなのがつかみにくいでしょ。だいたい、まあ、僕らはもうよく書いてるから、まあ、これぐらいの字数でやってりゃいいかなみたいなのはなんとなくわかるんですけど、それってわからないじゃないですか。初めて書くわけだからね。で、そういう場合はとりあえず手で書いてみて、要は実際の志願理由書にですよ、志願理由書のコピーとかを取って、そこにとりあえず何かしら書くんですよ、ざーっとね。で、そしたら、まあ、大体何時ぐらい必要かなっていうのが見えてくるので、それを、まあ、要は数えるのもめんどくさいんで、パソコン入力したら一発で出るじゃないですか。ワードの方見てみたら、右下の左下かな、どっちか忘れたけど、どっかに文字数で出るので、それを見て、あ、大体例えばじゃあ400字ぐらいで書けばいいのかなってなったら、それを目安にね、これから添削もしていけば非常にやりやすいですし、あと構成を変えるだけでもだいぶ違うっていう話があって、話の順番がめちゃくちゃな人っているんですよ。すごい過剰書きっぽくなってるとかっていうのももちろんあるし、で、そういう場合は本当に並べ順を変えて、いや、ここでお前言ってる話は最初に持ってきた方が絶対にいいじゃないかとか、それだけで全然違ったりする場合あるんですけど、それもまあパソコンだったらもう本当にコントロール X やってコントロール V やったら終わりですからね。で、まあそういう風に都合のいいように、まあ、やりやすいものっていうのはやっぱあるので、効率上げていきましょうって話です。まあもちろん手書きで書くのがいいっていう人がいるんだったらそれでいいんですけど、お互い不幸になるだけなんでね、僕らもめんどくさいじゃないですか。データで渡してくれたら一発なんでね。なので、まあ、その辺のところで志願理由書をとにかく書くのに大事な話で、一発で決めようとしないっていうのはすごく大事です。絶対に無理なんで、だからそれも踏まえて、まあ、とりあえず書いてみて、でそれをどんどん書き直す前提でって考えると、やっぱりデータでやった方がいいですよねっていう話で、具体的な書き方としては、やっぱり自分の何かしらの固有のストーリーっていうのは絶対に何か盛り込んだ方がいいです。ちょっとぐらい盛ってもいいですよ。ちょっとぐらい盛ったっていいんです。別にそんな、なんか小さい頃病院行ってたけど、そんな先生うんぬんかんぬんっていうのは別にいいんですよ。そこは。ちょっとぐらい盛ってもいいって、ぶっちゃけ。少し盛って、書いていくと。で、一番大事なのは、その大学固有のものっていうのを何か見つけたい。そこの大学じゃないと絶対に僕がやりたいことはできないんだっていうのが、何か書ければもうそれが一番ベストなんで、それを何か見つけるようにしましょうという話ですね。もちろん自分の経験との結びつきっていうのはすごく大事なので、そこの整合性っていうのは意識してやってほしいんですけどね。と、まあこんな風な感じでやっていくと、大体志願理由書って書けるので、ぜひやってみてください。まあもうね、こうやっていろいろと話をする分には話をするんですけど、もう一番はとにかく書くことですよ。まあ書いてみればどんなもんかっていうのが分かりますから。で、全然書けないっていう人は、とりあえず、まあ先ほど言った自分のなんでそもそもこの学部行こうと思ってんだっけっていうところ、これをね思い直してみるといいと思いますよ。もちろん将来性がどうのこうのとかっていう風な理由で考えてる人もいるとは思いますけど、それにしても将来性がある学部なんてね、いくらでもあるわけで、
その一個今決めてるところ、それっていうのがなんでそこにしたのか、別にいいじゃないですか。なんかその自分が憧れてる人がそこの学部に行ったとかね、憧れの先生とか先輩がそこに行ってるとか、まあそういうのでも全然いいとは思うんで、まあ何かしら探してみてください。でそっからですね、話はということで、まあ今日はこんなところで終わろうかと思います。じゃあまあ皆さん頑張ってください。お疲れさんでした。さよなら。